こんにちは、萩です。今回はですね、出雲駅伝直前スペシャルということで、レース当日のレース展開を読んでいこうかなと思っております。で、今年の出雲駅伝は3強と言われてまして、駒澤大学、青山学院大学、國學院大学、この3チームがちょっと抜けていて、この中から優勝チームが出るんじゃないかというふうに言われてますので、まあ、今回はこの3チームの各チームの区間予想をしながら、メンバーを照らし合わせながら、どういうふうに順位変動していくのか、どういうふうにレース展開がね、変わっていくのか、各チームどんな思いで区間配置したのかをね、まあ、予想しながらね、話していこうかなと思っております。で、この3チームはすでにね、前回の動画で各区間のエントリーメンバー紹介と区間予想をね、まあ、しております。青学だけね、まだ区間予想してなかったので、この後ね、話していこうかなと思っているんですが、まず僕のね、予想、今年の出雲駅伝のこの3チーム3強の区間予想をね、載せていきたいなと思います。こんな感じで来ました。最終予想になります。駒澤大学と國學院大学は前回動画で紹介した内容をそのままにしました。まあ動画でね、配信した後ね、もう一回悩んだんですよ。まあ皆さんね、多くの方がコメントをいただきまして、いろんな情報がね、まあ入ってきて、改めてね、まあ考え直したんですが、最終的に駒澤と國學院大学は買いませんでした。まあ國學院大学ね、山本選手がね、走るんじゃないかって話も結構ありました。山本選手が走ってくれたら個人的には嬉しいんですけども、僕の予想では全日本からかなと思っております。最終箱根駅伝でフィーバーさせるために、いつもね、一回我慢させて全日本箱根かなというところで、僕は入れようと思ったんですけども、ね、最終的に入れませんでした。まあ駒澤大学ね、まあ変わるということになります。で、青山学院大学のね、区間予想ねしていなかったのでね、改めて青学のね、話をしていきます。まず青学ですね、1区鶴川選手にしました。2区黒田選手、3区太田選手、4区宇田川選手、5区野村選手、6区塩出選手ということでね、最終予想をしました。これはですね、王道ではないかなと思っております。多くのファンの方とはちょっと違う可能性があります。なんといってまず黒田選手を2区に起用するってことは、まあ多くのファンが違うんじゃないかと思っていると思います。まあ3区で太田選手の状態によっては6区を走るんじゃないかって話もあるんですけども、僕は黒田選手を2区にしました。理由があります。で、まず1区鶴川選手なんですけども、これね、多くのファンがまず望んでるっていうところがあります。鶴川選手の1区見たいと。まあ昨年6区を走って思うようなね、パフォーマンスが発揮できなかったわけですよ。で、昨年はね、まあ状態が良くなくて、まあ怪我をね、しながら、まあ故障中のね、明けところで走ってたということで、まあ状態がね、そんなに上がってない中で、まあエース区間を走ったということなんですけども、まあ今年ですね、鶴川選手、出雲駅伝1区を熱望しているという噂を聞いております。そして前半区間、もうこれ以上ないだろうっていうぐらいの結果を収めてきて、もう十分な成績を収めたわけですよね。で、1、2、3年生と、やっぱね、後半の三段駅伝まで伸びてこなかったのが課題で、今年のね、ラストイヤーの鶴川は違うぞという思いもあり、ここにかける思いは相当強いと思うんです。そして1区を熱望してる、まあこの思いをね、原監督受けないわけはないだろうということで、原監督が本来起用したい区間が別だとしても、鶴川選手の思いを乗せて僕は1区に入れると思います。そうなってくると、青学1区鶴川選手を起用する、つまりはもう逃げ切るって選択肢がないんですよね。1区に鶴川選手を起用してきて、区間3番でいいよってことをね、僕は言わないと思うんです。なんとしてでも1番で帰ってこいという、だったら1区にするぞっていう風に、背中をね、押していくと思うし、鶴川選手も、そりゃそうだろうと答えると思うんです。で、1区から区間賞を取って逃げ切るっていうことは、やっぱ2区で追いつかれるわけにはいかないんですよね。で、2区ってやっぱ出雲駅伝超重要で、まあ強いチームはこの2区にもエース級のランナーを置いてこれるっていうことがあるんです。まあそこで追いつかれるわけにはいかない。で、逆に言うと、2区で、もう一段階引き離すことができれば、もう青学独走体制です。で、青学ってやっぱ逃げ切れるレースって強いんですよね。まあこう注目されというか、一番を走ってる時の青学ってまあ強いような印象があるので、1区鶴川選手区間賞で来て、2区そのままどんな相手が来ても差を開くことができるのはやっぱ黒田選手がいないと思うんです。で、黒田選手、まあ2区ってね 5.8 キロで距離が短いんですよ。超もったいないんですよ。
黒田選手らはどの区間、全区間区間賞を取れる選手ですから、できるだけ長い距離を走らせた方が貯金はできるんですけれども、全体のレースの流れを考えると、やっぱ黒田選手を2区に持ってくれば1区2区のダブル区間賞で、あーもう追いつけない、そして3区に太田選手いるの、もう無理じゃんっていう思わせる作戦でいくのかなというふうに思ってます。で、3区の太田選手の状態がなんともいない、絆記録会がそこまで状態が良くなかったんですけども、まあ出雲を取るためにはやっぱ太田選手を起用したい、なんでアンカーでなくその前の段階のね、もし本調子じゃなくても取り戻しが効く、まあ3区のところに起用する。で、太田選手がね、もし本調子じゃなかったとしても、今絶好調の宇田川選手が4区にいるので、もう駆け抜けていくんじゃないかなと思います。で、5区のテクニカルなコースはね、山下り山登り得意な野村選手がいて、まあ最後ね、長い距離に強い塩出選手を締めるということかなというふうに思います。これはね、僕ね、青学のオーダーにしました。まあ思いはね、1区からの独走っていうところですね。まあ1区2区ワンスって考えたプランということになるんですけども、じゃあこれと合わせて國學院と駒澤大学どういうふうにバチバチしていくのかと考えると、まあなんといっても青学は前半型で組んでるわけですね。まあ1区2区が強烈に強いので、國學院大学も駒澤大学もこのオーダーのまんま行くと1区2区やっぱ青学にこう置いてかれちゃうと思うんですよね。なので他の2チーム、駒澤と國學院大学は、まあ3区でどう粘っていくかだと思うんです。で、駒澤大学は3区に篠原選手を起用しているので、篠原選手が終わった時点でトップに追いつけばいいやというふうに思ってると思うので、1区の伊藤選手、2区の桑田選手は青学が見える位置になんとか渡してほしい。まあ20秒以内ぐらいですよね。100メートルぐらいのところで渡せれば、3区篠原選手が追いついて、さらにもう20秒ぐらい引き剥がせる可能性があります。これが駒澤大学の勝ちパターンかなと思うし、駒澤大学もそういう風に、ね、願ってると思うんです。まあ駒澤大学は1区に篠原選手を置けないってことを考えると、1区からの逃げ切りではなく、まあ3区のね、前半のエース間で追いついてからまあ行くということだと思います。まあ一方で國學院大学に関してなんですけども、國學院大学の良さって全員が均等に強いんです。まあスペシャルね、ドエースは誰かっていうと、まあ平林選手がいるんですけども、1区から5区まで全員が強いんです。なのでずっと2位から3位を走り続けることが僕はできると思ってるんですよね。まあずっと青山学院大学と駒澤大学がもう行ったり来たり、順位をね、1位2位をこう入れ替わってる中で、國學院大学は1区からずーっと3位を走っている。で、2区3区4区5区もずーっと3位を走っていて、駒澤大学と青山学院大学がこう牽制しているところをうまい距離で詰めつつ、アンカーの平林選手で逆転ということが僕可能だと思うんです。青学塩出選手、駒澤大学山川選手、これよりも國學院大学の平林選手の方が僕力あると思うんですよね。なんでラストアンカー平林選手に襷渡った時点で20秒差30秒差だったら平林選手僕が逆転できる可能性あります。で、駒澤学もやっぱり相手が平林選手と1分貯金は欲しいと思ってると思うんですよね。そうなってくると30秒以内で國學院大学を渡すことができれば平林選手は逆転できるので、國學院大学のプランとしては何としてでもずーっと3位をキープしていく。青学と駒澤学がバチバチしてこう行ったり来たりするとやっぱ牽制したりするんですね。なので思ったりペースが上がんない、揃った時点でこう牽制しているところを國學院大学が詰めて、まあ他のチームがエースでダンって言ったらちょっと離れてもキープしていく、ずーっと3位をキープしてラストのアンカーで平林選手が抜くっていうのが國學院大学の優勝プランかなというふうに思います。なので全チームね、戦い方がやっぱちょっと違うと思います。青学は逃げ切るしかない、駒澤大学は3区で逆転して逃げ切る、國學院大学はアンカー勝負、これが僕の今年の出雲駅伝の予想のね、まあレース展開になるかなというふうに思います。まあメンバー見る感じでもね、そういったレース展開になると思うし、各チームもそんな感じでね、組んでくるんじゃないかなというところでね、ぜひね、その目線でもね、見てほしいなと思います。まだね、あの、区間配置が、によってね、結構ガラッと変わります。これが変われば、例えば青学大学が1区鶴川選手が来なかった時点で、またレース展開も変わってきますんで、あくまでも、このオーダーで来た時の、まあ、レース展開ってことなんですけども、まあ、何にせよですね、まあ、楽しみすぎるということなので、どんな区間になったとしてもね、自分で、ね、楽しんでね、応援していきたいと思います。